ガチトリニータプレゼンツ松本麗対談企画、今日はよろしくお願いします。まあちょっとね、いつもと違う雰囲気なんでちょっと緊張しますよ、ね、緊張しますね。まあ今日はね、いろんな質問をしていくと思うのでよろしくお願いします。お願いします。まあとりあえずね、この10年間いろんなことがあったと思うんですけど、振り返っていただきたいんですけどね、この10年間いろんな思い出はあると思うんだけど、来た当時は J1 です。 J1 1年いて2012年ですね。どうですよ第一印象は、チームとしての。まあ本当来た当初、正直一番びっくりしたのはファン、サポーターの方々との距離感がすごい近い。もうそこがびっくりしました。もう練習初日から。それみんな言うね、来た選手ね。だって練習終わって帰ろうと車向かったら、もうあのファンの方々がいて、ガンガン話しかけてくる。それがもうマリノスの時はなかったので。あ、なかったんだ。なかったです。もうトレーニターはオープンだからね。もう駐車場までね、もう誰とでも会えるっていうのが覚えたの良さだから。そうですね。プレーの方ではどうでしたか、1年目から。その当時は田坂監督だったんですけど、まあ、やっぱり一人一人にハードワークをすごい求める監督だったので、まあ、マリノスの時はそんなに、まあ、ハードワークというより個人個人の、個に任せたサッカーをしてたんで、まあ、すごい勉強になりましたね、1年目から。その10年間いたわけじゃん、やっぱり肩の差が体勢であって、やっぱりレイが一番出てんじゃないかな、試合は。そうですね、一番出てたと思います。その中での思い出っていうのをね、やっぱり語ってほしいんだよね。もう思い出は、まあ、間違いなくその J3 から J2 に上がった昇格、で J2、J1 に昇格、2回味わえたってことですかね。まあ、そこ一番ですよね、やっぱり。まあ、なかなかないよね。まあ、まずなかなか J1 のチームが J3 まで落ちるっていうのはないですね。なかなかないからね、正直ね。それを経験できてるのはやっぱりね、レイもそうだし、俺もそうだし、まあ、かなり貴重だと思います。やっぱりそれがあったから、やっぱりそうやって成長できたわけじゃん。間違いなく。それは思い出だよね。この10年間ね、まあ、いろんな経験したと思うんだけど、まあ、今年で契約満了、いつ頃伝えられたんですか？伝えられたのは、ホーム最終ゲームの5試合前ぐらいですかね。まあ、だから、まあ、最終戦の1ヶ月前とかぐらい。9月ぐらいぐらいですね。はい、に、まあ、呼ばれて、まあ、社長から話があると呼ばれて、まあ、てっぺいさんにそれを言われて、まあ、社長のところに明日行ってくれって言われて、で次の日行って、伝えられました。まあでもね、俺もそうやけど、いつか来ることじゃん、はい、これはね、そうですね、誰しも、まあ、その時のやっぱり気持ちってのはどうだった？まあ、まず最初に社長に呼ばれたっていう時点で、まあ、多分来たなと、まあそうだろうなって思いつつ、まあ、だからまあ、言われた瞬間は、ああ、やっぱ言われたって思ってたんですけど、その場では大丈夫だったけど、まあ、いざやっぱ聞いて、まあ、家帰ると、ああ、なんかじわじわ来て、まあ、あと、もう僕がそもそもあと1年、トリニータでどうしてもやりたくて、で、自分から引退を言いたかったんですよね。自ら満了言われるじゃなくて、自分から来年1年やって、大輝さんみたいにかっこいい引退をしたかったんですよ。けど、まあやっぱそれが1年早まると、結構辛かったですね、正直。その契約満了伝えられた時にまず誰に話した？最初ですか、しばらく誰にも話さなかったです。家族にも話してないです。本当1週間ぐらい話さなかったかな。それはなんで？まず自分の中でもうちょい整理させようというか、なんかまだ言えないなって、スッと言えないなと思って、言うのも結構辛いじゃないですか。辛いよな、子供もいるしさ。で、その1週間後に、まあ、奥さんに伝えるじゃん、まあ、家でも。どうでした、奥さん？まあ、奥さんは、やっぱなんか事前にちょっと言ってたんですよ。あのシーズン、まあ、最初途中ぐらいに、このままじゃ俺ダメかもっていうか、このまま行ったら
弱音じゃないけど、まあ、弱音じゃないけど一応、まあ、ジャブじゃないけど、うんまあ、軽くね、うん、言っといたんですよ。もしかしたらそういう世界だから、うん、そう言われるかもしれないから覚悟しといてないぐらいな、そうなっても、うん、言ったけど、やっぱりまあ奥さんも割と本当普通にしてた、うん、意外と意外と、うん、いやそれよりももう子供に言うのも一番辛かった、はあ、苦しかった。言った瞬間も俺も、あ、ない妻も全員が号泣しました。こいで泣いてそう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 なるわな。それが、まあ、きついな。めっちゃきつかったです。まあそれはまあシーズン途中だしね。そうなんですね。そこがまたな、まあ、まあ、きつかった話はね、まあ、この辺にしといて、まあ新たにクラブリレーションズオフィサーの就任は契約満了と同時に打診されたんですか。そうです。この、はい、シーズン終わりの1ヶ月前、まあ、満了と伝えられた時に、うん、まあ、満了だけど、まあ、クラブとしては、まあ、フロントじゃないけど残ってほしいんでどうですかっていう提案はしていただいて、うんうん、このクラブリレーションズオフィサーってね、何なの結局、何をするのまあ、初めての立ち位置なんで、トニミーターの中では、うんうん、まあ、だけど、他クラブでは同じような、まあ、立ち位置にいる選手はいるんで、はい、じゃあ、それ、今後どういうことをやっていきたい、例は。まあ、僕がやりたいことは、まあ、間違いなくクラブをもう一回 J1 に上げて、J1 に根付かせるために、うん、どうやっていくのかっていうのを勉強していきたいかな。勉強、まずはどういうところ。やっぱ入っていかないとそこがわからないんで、まあ、一番は、まあ、やっぱ会社と選手、スタッフ、クラブがちょっと距離感があるなって僕は思うんですよ、今現在。だからもうそこを、まあ、まさに間に入って、はい、間に入ってリレーションじゃないですけど、もっともっと、まあ、そこから一致団結じゃないですけど、できるぐらいの距離感をもっと作っていかないとダメだと思うんで、ほう、なんか、まあ、そこが一番僕が最優先にやらないといけないことなのかなと思います。ほう、まあとはやっぱりスポンサーさんももっと、あ、営業もすると、もうなんかそっちもじゃ、はい、しようと思ってるんで。大丈夫ですか。してくれとは言われてないですけど、そこもしたいと思う。ほんと、まあ、そこもね、積極的にぜひやってほしいね。やっぱりスポンサーっていうのは大事だと思うんで、やっぱ資金面ではやっぱりまだまだ大分トリータっていうのは J2 でも上位じゃないと思うんでね。やっぱりこの辺がやっぱり、まあ、下平監督も言ってたけど、やっぱり俺今大分で何が足りないかって言ったらやっぱりお金って言ってたから、そういうところもね、まあ、例の横のつながりで新たな新規のスポンサーを見つけてください。お願いします。来シーズン J リースでプレーすると思うんだけど、まあ大分でのプレーにこだわった理由をね、ちょっと聞かせてほしいんですけど。そうですね。トリニータで10年間プレーして、まあそうやって満了を告げられて、まあ今後の人生を考えた時に、まあ、まだまだ大分を盛り上げたい、まあトリニータを盛り上げるのもそうなんですけど、まあ大分県自体をちょっと盛り上げたい気持ちっていうのも僕の中にあって、まあ、それがどういう形になるか分かんないけど、まあ、そう考えた時に、まあ、やっぱり大分でプレーできる機会があるならそっちを取りたいなと思って、うん、はい、でそしたら J リーグから、はい、オファーがもう真っ先に来たので、うん、正直他の他チームからはオファーはなかったの？あの代理人にもう探さないでいい、まあ、探さないでいいと思う、はい、もう大分でやりたいから、はい、って言いました。もう大分で言うとベルスパもあるじゃん。はい、そうですね。ベルスパには話振ってもらったの？いや、振ってもらってないけど、それより先に J リースが来たんで。あ、もうすぐ来たんで。すぐ、はい、J リースで、で結構、ショック。あ、本当に、はい、決断さんがね。そうですね。いや、この質問でもあるんだけど、どうしてそこまで大分が好きなのってあるんだけどじゃあね、うん、どうしてなんですかね。なんかちょうどいいっす、いろいろ。ほんと住みやすい。ああ、
落ち着くよね。落ち着くな。なんかね。はい、だから他県に行ってさ、遠征行って帰ってきたら大分で、ああ、帰ってきたって感じするよな。そう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 。ああ、いいわ。やっと帰ってきたわって感じするな。そうそうそうあります。なんだろうね。なんだろうね。これといって、そうなの、決め手があるわけではないけど、まあ、決め手は、まあ、いろいろあるんですけど、うんうん、温泉あって、うん、食べ物美味しくて、水いっぱいで、人が温かくて、そこに尽きると思います。そうですね。じゃあ次に行きます。大分サポーターは、レイにとってどんな存在？大分サポーターは、にとって、そうですね、本当サポーターがいなければ僕もここまでサッカー、トリニータでサッカーしようとも思わなかったし、最後まで頑張れなかったんですよ、サポーターがいないと。だから、まあ、満了告げられた後でも、僕が試合を出てない時でも頑張れたのは、本当にスタジアムで、ドームで7番の日本に来てる人の姿見たりとか、本当そういうところでも日々の練習頑張れたんで、家族みたいなもんですよね、言ったら。家族がいて頑張れるけど、本当サポーターがいたからこそ頑張れたって感じ。近い家族って感じだよね。ね。まあね、サプライズじゃないけどさ、まさかこの大分トリニータで例にお世話になったっていうね、人たちからメッセージが届いてきてます。はい、じゃあ見てください。レイちゃん、僕とは3年間でしたけど、すごく楽しくプレーできました。いつもヤマトとやりやすいって言ってくれて、すごい楽しかったし、練習前ではいつもああだこうだ言いながら、2人で喋って、いつも練習に向かう時のあの時間がすごい好きでした、もうご飯行く時のドタキャンはマジでやめてください。お願いします。あの時は本当にきつかったです。怖かったです。これからもトリニータのことよろしくお願いします。ありがとうございました。レイさん、トリニータでの10年間お疲れ様でした。レイさんと右サイド組めて本当に楽しかったですし、今の自分があるのはあの時もう本当にレイさんと右サイド組んでたからだと思ってます。右サイドを組んでた時、本当いつも気を利かせてくれて、自分がやりたいようにプレーをやらせてくれて、すっごくやりやすかったです。ありがとうございます。これからもスピードスターのレイさんでいてください。レイ久しぶりです元大分トリニータの深井です、レイとは2013年、1年間だけ一緒にプレーしました。レイとの思い出はこれといってありません、まだまだ、サッカーを続けるということを聞きました。たくさんの若い人たちに経験を伝えてほしいとともに、レイ自身も体が動く限り、サッカーを続けてほしいなと思ってます。また、トリニータの CRO に就任されたということで、大分県、そしてトリニータのサッカーの、さらなる、発展に貢献してほしいなと思っております。陰ながら応援してますので、全力で頑張ってください。元大分トリニータの水浦和志です。僕はレイちゃんとは2015年から一緒にプレーさせてもらって、まあ、2015年は J3 に降格してしまったんですけど、まあ、そこで一緒に移籍をせずに戦って1年で J2 にまた戻って、でそこから一緒に J1 に昇格してという、はい、すごいいい思い出を一緒に作ってくれた仲間です。まあ、今回契約満了になってしまいましたけど、まあ、正直僕は大分みたいには地方チームは長くいる選手を大事にしてほしいと思っていますし、そうあるべきだと思うんですよね。きっとレイちゃんも大分で、トリニータで引退したかったと思うんですけど、まあ、それが、まあ、できないっていうのはそうですね、ちょっと悲しいですね。はい、なので
まあ、今回は本当残念ですけど、まあ、あの大分トリニータにまだ残って仕事をしてくれるってところが今唯一の救いだったかなとは僕は思うんですけど、そしてこれからはあの J リースでプレーするということで、J リース僕も応援してますし、まあ、本当 JFL に上がって、まあ、いつか、まあ、可能なのか分かんないですけど J リーグに参入とかなったら面白いなと、大分ダービーなんてあったら面白いと思うんで、まあ、レイちゃんがそこまで上げてくれると僕は信じてますし、そういう運を持った男だと思ってます。これからもあの同い年としてあのレイちゃんが頑張ってる姿を見たら僕も励みになりますし、僕もレイちゃんの励みになるようにこれからも頑張っていきたいと思うので、レイちゃんも頑張ってください。大分のことよろしくお願いします。バイバーイ。皆さんこんにちは、セレッソ大阪の為田です。レイ君、ひとまず大分トリニータでの現役生活お疲れ様でした。まあレイ君との思い出、まあ、レイ君はあのお酒がほぼ飲めないんで、まあ僕たち若手が飲んでるのをニコニコしながらいつも見守ってくれてるっていう印象です。あとの思い出はお酒と一緒に流れちゃいましたっていう動画を嫁に撮ってもらってるこの気まずさ、すごいですけどね。まあ、とりあえずまだサッカーを続けるということは聞いてますんで、また一緒にサッカーできたらなと思いますし、まあ、これから、まあ、大輝さんと一緒に大分を盛り上げてほしいと思いますし、まさか大輝さんと秘書になっちゃったりとかして、なんか面白い展開になるんじゃないかなと、そういう意味でもワクワクしてます。また一緒にお酒、ご飯、いろんなところでご一緒させてもらえたらなと思います。ありがとうございました。VTR 見てどうでした？そうですね、タメだが面白かったっす。めっちゃ笑ってたもんね。ね、タメだが面白かった。深谷とは、はい、深さんも面白かったっす。面白かった、はい、長かったね、はい、深さんは何も中身ないのに長かったっす。1年しかやってなかったんだっけ。ホワイトの思い出ないって言ってました。ないっつってた、はい。まあね、いろんな選手がご協力の中、はい、こういうコメントをいただきました。はい、まあその中でね、はい、実は、うん、まだあんのよ。ああ、まだあるんですか。まだあるのよ。ああ、奥さんと子供からのメッセージも、うん、嘘だ、いただきました。マジ？マジです。これが一番大変だったよ。あなたにバレないように。よく撮れましたね。じゃあ見てください。はい、パパへ。大分トリニータの選手として10年間お疲れ様でした。同じチームで10年間活動できたこと、今年の4月にセレモニーがありましたが、 J リーグ通算250試合も出場できたこと、とても幸せなことだと思います。パパが大分トリニータの選手でいた大半を私は家族としてサポートし応援し続けてきました。仕事の話を自分からあまり話すことがないパパから試合のことやチームのこと、たまに話してくれることが実はとても嬉しかったりしています。私生活では今年第三子の男の子が生まれ、ますます慌ただしくなりましたが、練習後は家族優先に家事も育児も積極的にこなしてくれる、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。練習や試合で疲れていても家族を大切にしてくれてありがとう。大分トリニータで引退したいと思っていたパパにとって今年で最後だと宣告を
受けた時にはとても残念で悔しい思いをしたはずです。ひたむきに真面目に努力し続けていた姿をそばで見てきた私たちもとても残念な気持ちになりました。しかしチームから新たな CRO という特別なポジションを用意していただけただけでなく、他のチームですがまたサッカーをする姿を来季からも見られることになりとても嬉しく思います。もうすぐ5歳の息子はパパのサッカーをしている姿が大好きで、今ではサッカーも大好きになり毎日ボールを蹴っていますね。今年で35歳、選手としてはベテランと呼ばれる域になってきましたが、まだまだ衰えを感じさせないかっこいい姿をファンサポーターの皆さん、そして私たち家族に見せてほしいです。たくさんたくさん悩んで新たなチャレンジをする決断をしたパパをこれからも家族でサポート応援していきたいと思います。10年間お疲れ様でした。はい、綺麗な奥さんと可愛いね赤ちゃんとね子供たちでしたけど、見てどうでしたか？嬉しいですね。ちょっと私が泣きそうなんですけどまあね、まあ、この涙がもう語ってますから、もう十分語ってますよねこの涙がね。ちょっとまたプレゼントっていうところでね、奥様から預かっているんで、じゃあちょっと奥様から預かったものを私が渡したいと思います。じゃあどうぞ、皆さんに。うわー、いい写真ですね。ね、ちょっと3人目の子はお腹の中にいるんですかね。ちょっとね V の方には出てましたけど、まあいい写真ですね。10年間お疲れ様ハートって、今私なんかハートマークなんかもらえませんよ。今いっぱいもらっておきましょう、ね、今のうちに。本当に最後だな。まあこれからね、松本玲がどうなっていくのか、まあ、決意表明含めて応援してくれてる人全ての人にちょっとねメッセージを最後にお願いしたいと思うんですけど、いけますか今のこの精神状態で。あ、いけないかも。いや、いきます。はい、お願いします。まあ、まずは10年間トリニータいて応援してくださった方々、メッセージをくれた方々、そして家族みんな本当にありがとうございました。まあ、トリニータの選手ではなくなりますけど、まあ、しっかり CRO として新しい、自分をしっかり作り上げて、選手ではなくてもトリニータを盛り上げて、もっと大きく大きく、みんなが見ている方々、応援してくれる方々がトリニータのプレーサッカーを見て、ワクワクドキドキできるような環境をしっかり CRO として作っていけるように頑張っていきます。そして、まあ、現役として、J リースは、まあ、JFL 昇格を目指しているので、まあ、そこにしっかり貢献していく、そこは、まあ、今まで通り変わらず全力でプレーしていく、そして2つを成し遂げて大分県全体を盛り上げていく、まあ、そこが一番なんで、まだまだ、まあ、未熟なところは多いですけど、まあ、自分らしく勉強を学びながらしっかり頑張っていきたいと思いますので、大分県を盛り上げますので、変わらず応援よろしくお願いします。はい、今回は松本玲選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。かっこいいイケメンの涙はいいね。